紛争が及びです。お引き取り願え。もう来ちゃったぞ。また一方的にミッション押し付ける気だろ。デッキ40機を撃破しろと。40もかい？リドルの試験がてら殲滅したらいいんじゃね？ふむん。まあ、いいだろう。都合のいいミッションもあるし、同時進行するか。クラウントップヒルフォートしか。このミッションを利用して40機撃破を達成しよう。損傷した装甲車がいるぞ。どうやら、敵にやられたようだな。スパイダーキングとやらが小型機を送り込んで攻撃してくるそうっすね。ハエと呼ばれる小型機が、キングを倒すまでは来続けると。ハエは倒しにくいが、強いというわけでもない。このハエで撃墜スコアを稼ごう。装甲車離脱。デッキインカミン。対空弾幕。そうは言うが。リドルって対地攻撃重視で底面に火力を集中しているから。対空防御苦手なんだぞ。マイクロミサイルで対応するんだ。ハエはベターフューチャーの経験値になるんすね。ベターフューチャーのライバル機は滅多に遭遇しないせいで、経験値が溜まりにくいからな。この機に稼いでおこう。あ、残骸はジェイロとか貴重なパーツだからできるだけ回収しておこう。ジェイロはダメよ。あ、このジェイロはそこまでいいもんじゃないんだけど。貴重だけど、有能ってわけでもないんだよな。数があっても使う予定もないし、分解機もないからばらせないし。でも、確保しちゃう。略奪主義というか、ただの貧乏症じゃないんすかね。必要になった時に備えているだけだよ。ゴミ屋敷の主がよく言うセリフだな。それじゃあ、無限にはハエを退治し続けて経験値を稼ぎましょうかね。大元を倒さないと終わらないから、ハエだけを叩き続けるんだな。リドルは固定砲台として AI に頑張ってもらって。ちょっくら、平坦の整備しておきましょう。作業車両を作りの。その間にもリドルがハエを撃墜。ちょっと掘削姿勢の。地熱発電所を作っての。夜間も充電できるようにワイヤレス充電器をセット。これでエンドレスにシールドを維持して戦闘できる。完全に長期戦の構えっすね。そのまま工事車両は現地で武装して投入。こんな雑な機体に貴重なレールガン搭載すんのかよ。旧式化した車両に強力な飛行。オープントップの対戦車自走砲とかっぽくね。そういやこの人その手の車両好きだったっすね。対空砲とマグネットを装備して、パーツの回収もさせよう。あ、スパイダーキングの射程外からレールガン当たっちゃうか。下手に倒したらまずいな。しっかりダメージ与えちゃってるぞ。目標中破。やりすぎたら意味がないな。あ、40機撃破達成で報酬が降ってきたっすよ。こんな戦場のど真ん中に報酬落とさんでほしいな。戦艦砲あるじゃねえか。いいアイテムだが、流れ弾で爆散したら悲しいじゃないか。デッキが突破してきたっす。マルチプルミサイル。かれこれ50機は撃墜しているが、まだ戦うの？ちょっと飽きてきたっすね。ドロップ品は十分確保できたと思うが。いや、まだ経験値稼げそうだし。まだ水宅のミッションもあるんすから、そっちを進めたらいいじゃないすか。さすがに疲れてきたっすよ。これで日が暮れたら、丸1日張り付いていたことになるな。これは明らかに労働基準法違反っすよ。この惑星にそんな法律は存在しません。そんな。だが、少しくらい休憩してもいいんじゃね？じゃあねえな。朝まで仮眠取るか。と、思ってたら敵が自爆してミッション終了。突然の死。いきなりミッション完了したっすね。もしかして時間制限でもあったか？敵ボスを破壊して残骸を略奪する機会を失ってしまった。自爆した敵の残骸はなさそうだな。ハエの残骸だけでも回収しておこう。分解機がないからジェイロがいくらあっても意味ないんじゃねえの。まあ拾えるものは拾っておこう。それじゃあ次のミッションに移動しましょうか。この機体も急増兵器のありに頑張ってくれたっすね。名前つけてやらんの。全化型というレールガン装備でそりゃねえだろ。ドユーの再設計機体に武装強化っすよね。ドユープラス。しかしもう出番なさそうだが。意外とワンポイントで使ってる未来があったりする。ほえー。さて、企業のライセンスレベルで遅れを取っているベンチャーとベターのミッションもやっていかんとな。反重力ユニットだな。反重力ユニットの購入20万必要っす。結構な金額じゃないか。まあ、未来の乗り物だから高くて当然だな。それじゃあ、未来的な乗り物なら俺様の出番だな。どういう理屈でそんな決体な発言が飛び出してくるのかわからん。まあ見てろ。お前みたいなアナログ老害と違って、未来的な乗り物も乗りこなす将来性豊かな俺様の活躍を。
どこからそんな自信が出てくるんだか。あまり対抗心が燃えてないご様子。いや、だってオチが見えてるし。さっきから左右にビクビクしてるっすね。なんだこいつ、妖精よがイカれてんのか。反応がピーキーすぎて。ガックンガックンしてるっすね。えっぷ。あ。な。こうなることがわかっているから、腹も立たない。ウェップ。あばばばっばー。誰か。操縦。えっぷ。変わって。やれやれ。さっさと終わらせたいから、我慢しろよ。揺らさないで。ウェップ。ゴール。おろろ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 ろ。反重力ユニットはホバーと同じ操縦だから、道クマに任せる。ウエッス。なんでこいつ宇宙船は平気なのに、飛行機とかダメなんだろう。重力化だからだっての。無重力ならまだマシなんだよ。ほえー。あ、断軸ジャイロ。これでバイクが作れる。バイクしか。まあ、今度作るべ。科学者とかくれんぼをしてみよう。いきなり何を言ってんすか。いや、そういうミッションなんだもん。新しい企業のライセンスを入手できるやつな。科学科学っていう割に科学を理解してないやつっているよな。詐欺のカモとかしかね。疑似科学や偽科学なんてやつな。騙されるんなら同情するんだが、受け売りの偽科学知識をひけらかしているの見ると滑稽でな。もう紳士出して宗教レベルになると引くよな。こいつの言う科学がどう転ぶことになるやら。いきなり実験に協力させてくるタイプっすよこいつ。モルモット扱いされる前に縁を切るべきだと思うっす。確かに。この手のタイプって変なことに巻き込んだ挙句に、科学に犠牲はつきものですとか言ってくるやつだろ。その通りっす。なるほどな。お前らが科学者に恨みを持っている理由がしょうもないってことは分かった。この企業のパーツは使わないってことでいいのか。いや、使えるものは使うか。それとこれとは話が別っすから。ほん。ところ変わって、ベンチャー社のミッション。40メートルジャンプか。それなりの高速車両が必要っすね。ここはバイクで決めよう。サモン、ドランク3。ドランク3っすか。よっとライ3号。だったら DRANK じゃなくて DRUNK っすよ。よっとライと侮るなかれ。小型軽量の割にミサイルで重武装。しかも高速で一撃離脱に特化。撃ちっぱなしミサイルを撃っては逃げを繰り返して敵をほふる。問題はオンロードマシンで不整地が苦手ってことだな。こいつも円弧や平地で光るタイプだな。オフロード用のバイクも作らんとな。こいつでジャンプをするんすか。そうなんだが、問題はブースター用にダウンフォースを強めにしてある点。このままジャンプしようとすると、落ちる。ジャンプ能力を優先したら、不整地の高速走行で浮いちゃって不安定になるからな。敵襲。おっとととととと。ミサイルを撃って逃げて。ミサイルを撃って逃げて。リドルの射程に追い込む。リドル、攻撃開始。敵機撃破。さすがの浮遊砲台だな。パーツもしっかり回収。ヤクダース。で、このヨットライを回収しないとな。ウィングパーツを安定飛行できるように交換する。ちょいっと。これでよし。よし。とか思ってたら撤収。何を見てよしって言ったんすか。リドルがいるから大丈夫だって。リドルの後ろに隠れるぞ。リドルが敵機撃破。さすがっすねー。返す刀でさらに撃破。さすがの火力だ。そうだろ。なんで猫が得意げなんすか。とりあえず、サクッとジャンプしちゃおう。ブースター点火。ライセンスレベルアップ。いい調子だな。これでミサイルも追加で調達できる。ミサイル以外にも結構いろんな武器が使えるようになるぞ。まあそうだけど、他の武器ならホークアイの方がやっぱり強くてな。蛍光型ストレージデバイスが一番欲しいところだが。なんすかそれ。蛍光型4次元ポケットだ。あー、なるほど。4次元ポケットって呼んでるからストレージデバイスと言われてもピンとこなかったっす。ともあれ、ベンチャー社のライセンスレベルもアップしたってところで。とりあえず、今回はここまで。また次回お会いしましょう。チャオチャオチャオ。
なんかまたすごいバイクになってないっすか？すぐに翼ぶつけるから微妙なんよ。ほえー。